どうも、阿部達です。今日はですね、何をするかっていうことの前にちょっと皆様に謝らなければならないことがある。まあ、その何かというと、以前 MacBook Pro を購入しましたが、実はあれ以外にもうちには Apple 製品の Mac のパソコンが存在したことを、隠していて大変申し訳ございませんでした。というわけでですね、今日はですね、その別の MacOS のパソコンをね、ちょっと紹介したいなと思います。はい、で僕が持ってるのはこちらの MacBook Pro ですね。はい、こちらのこの CD ドライブが入るタイプのやつですね。はい、こちらが僕の所有している Mac です。それでですね、こうもう一個の方はですね、あの僕がこれを買った際に、僕あの3人兄弟いて、姉、僕、妹なんですけども、姉にですね、まあ姉も iPhone 持ってるんで、まあ、iPhone 持ってるなら Mac 持ってた方がいいよとおすすめしたところ、購入という風になったんですね。で、僕が買って1ヶ月以内に届いたんですけど、まあ、ちょっと僕はあえてノータッチしましたが、今日ご紹介したいと思います。ダダン、 MacBook Air。 MacBook Air ですね。はい、まあ、これも箱を開封して中身もちゃんとセットアップしてるんですけど、まあ、大切に姉がね、この箱の中に保管しているという謎な現象が起きてるんですけれども、まあ、僕はね、これを開けていきたいと思います。オープン。開け。はい、これですね、こんな感じです。まあ、見た目はほぼ一緒です。ただ MacBook Air っていうのはですね、非常に薄いんですよね。それをね、皆さんにもね、見ていただきたいなと思います。はい、こちらがね、MacBook Air 13インチですね。去年のモデルですかね。確か僕のよりも高かったはず。見ていただきましょう、薄さを。デン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 、うわー、薄っ。さっきの見ました、僕のこれ、これこの差薄くね。だってさ、ここのさ、一番分厚いところと比べても、これこの僕のよりも薄いんだよ。すごくない？薄い、ほらめっちゃ薄い。軽い、そして軽いんですよね、非常に。まあ、ただ難点としては、その CD ドライブ的なものをこの中に入れられないっていうのが、まあ、弱点ではありますよね。まあ、ただね、新しいマグセフ2のこの充電器と、あと USB で、イヤホンジャック、そして反対側には、USB がもう一個と、これはサンダーボルトですね。サンダーボルトと、あと SD 挿入する場所ですね。はい、まあ、こちらの6箇所なんかつないぐものがあるわけですけれども、開いてみましょう。パカ。はい、これ開いてね、やっぱ一番気づくっていうのは、 MacBook Pro っていうのはここの縁が黒いんですけど、 MacBook Air っていうのはここ縁がこれ白、シルバーですね。白に近いけど、見た目シルバーなんですよ。ここ黒くないんですよ。すごくないですか。そして電源ボタンがこのキーの中にあるんですね。まあ、立ち上げちゃいましょう。あれのですけど、立ち上げちゃいます。うい、あのね、片手で持てる。普通に片手で持てる、そんぐらい軽い。そしてね、あ、 MacBook Air っていうのはほら、もうすぐ起動しちゃう。起動が早いんですよ。めっちゃサクサクなんですよね、そういうパソコン自体の起動性は。まあ、多分ビティーナディスプレイじゃないと思うから、そんな変わんないかな。そんな変わんないっす、そんな変わんないっす。こっちが僕の MacBook Pro ですね。なんかね、やっぱ縁が黒いから、こっちの方が暗く見えるんですよね、肉眼で見た時。ほら、ちょっとこっちの方が明るく見えるんですけども、やっぱ持ってみた感想はですね、非常に軽いっていうのと、あとは起動が早い。これやっぱこう外で仕事する場合とかね、薄い MacBook Air はね、外に持ち運んだりとかね、そういった時に、そういったお外で使ったりとかね、こう普段こう持ち歩いているっていう方にはね、いいんじゃないかなと思います。別に僕、今回僕これで何かをしようっていうつもりは全くないんで、この MacBook Air の紹介なんですけども、 DVD が入らない、 CD が入らないっていうのと、プラスやっぱ薄い分容量が少しだけちっちゃいんですね。確か僕のよりも、まあ、半分近く、データフォルダの容量はちょっと少ないんですけども、まあ、その機動性としてはもうサクサクなんで、非常に、高機能な
パソコンじゃないかなと思います。もしね本当に外で持ち運んでねこう作業するとか仕事をする方には本当に MacBook Pro よりもこっちの MacBook Air の方がもう断然おすすめだと僕は思いますので、ぜひね MacBook を購入考えてる方はねそういった面も考えてみてください。というわけで以上今日は MacBook Air のご紹介でした。バイバイ。よろしく。お前何ちょこ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 